こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は葛藤とともに成長するというテーマの1回目ということでお話を聞いていただきたいと思います。はい、まず葛藤とはということなんですけど、まあ、心の中に相反する欲求が同時に起こり、そのどちらかを選ぶかで迷うということですよね。まあ、心の中に相反する欲求が同時に起こり、そのどちらを選ぶか迷うということで、まあ、これが葛藤ということになります。で、人はですね、この葛藤を通じて、まあ、一生涯を通じて成長していくということですよね。で、葛藤して、まあ、どっちを選ぶかということで迷って、で最終的にどちらかを選びながら、そして成長していくっていうのが、まあ、私たちの人生であると。生まれてからですね、一生涯かけて葛藤とともに成長していくということですね。で、これからですね、まあ、いろいろご説明していきたいと思うんですけど、まあ、今回はですね、まあ、一冊の本を参考書籍として説明をしていっています。まあ、ベーシック発達心理学という本からですね、参考にしているんですけれども、まあ、これからのページっていうのは、まあ、1回1回ですね、何ページから引用しましたとか、何ページを参考にしてますっていう表記はしていませんけど、まあ、全て参考にしているのはこの本を参考にしていますので、最初の方でお伝えしておきたいと思います。で、まず人生における8大葛藤ですね、っていうのからやっていきたいと思います。人生における8大葛藤ですね、生まれてからね、そして一生涯を通じて大きく8つの葛藤とともに人は成長していくということです。1番目は信頼という、と不信ですね、信頼、例えば他人を信頼するとかしないとか、もしくは私たちの生きている社会、世界を信頼しているとか信じてないとか、まあ、そういった葛藤ですよね。で、2番目は自律性と恥ですね。まあ、自分で、ね、自分を制御することができるという自律性と、まあ、制御できないから恥ずかしいという恥というこの葛藤ですね。で、3番目は自主性と罪悪感ということで、今度は自分からですね、まあ、目的とか目標を設定して、まあ、挑戦してみるという自主性と、ね、自分は、ね、できないということで、ね、やっちゃいけないことをやってしまうということで、ね、罪悪感というこの葛藤ですね。そして4番目は勤勉と劣等感ということで、まあ、例えば勉強とかスポーツを、ね、熱心に取り組むことができるという勤勉性と、ね、もしくは、ね、その勉強ができないとかスポーツがダメだという、まあ、劣等感というものですね。はい、そして5番目は同一性と混乱ということで、まあ、自我同一性、アイデンティティですね。まあ、自分はこういう人間であるというのがある程度こう自分なりに解釈することができるようになっていると。まあ、自分の自分に対する、ね、解釈と他人の自分に対する解釈っていうのが大体こう一致している。ね、自分はこういう人間だっていうのと、他の人が、ね、自分はこういうふうに思って、自分はこういう人間だと思われているというのが大体こう一致している場合は、自我同一性がまあ確立しているということですよね。それが混乱しているっていうのは、まあ、自分で自分のことがよくわからないという状態ですよね。自分は一体どんな人間なのか、ね、自分で自分のことよくわからないし、もしくは自分が自分に対して持ってる、ね、自己認識と他の人からの自分に対しての自己認識が全然違うということで、まあ、混乱しているという状態ですね。で、6番目は親密と対立ということで、ね、親密っていうのは誰か特定の人、まあ、例えば夫婦のパートナーであったり、もしくはその会社の上司同僚部下の人たちだったりですよね。もしくは、ね、仲間だったり同僚だったりですよね。まあ、コミュニティの人たちだったり、まあ、何らかこう人間関係でこう親密な人間関係を築くことができている場合と、逆にもう他人っていうのはね、敵だとっていう、こう対立の対象だっていうふうに感じられている場合というこの葛藤ですね。で、7番目は生殖性と停滞ということで、これはですね、もうね、自分よりこう下の世代ですね、まあ、例えば会社だったら部下だったり、もしくは 親だったら子供たちとかですね、まあ、そういうこうね、後世に対しての何らかのこうね、お世話をする、もしくは貢献をするっていう要素
ともしくはもう逆にね、そういう子誰か、後進を育てるとか、こうね、後継ぎを育てるとか、もしくは子供たちを育てるみたいな、この後世に対して何らかのね役に立ってるとか貢献してるっていう、感触がない場合は、なんかこう自分自身のためだけに生きていて、まあ、自分は一体何のために生きてるんだろうみたいな感じで、こう停滞感っていうのを感じるということですよね。で最後はもう老後とね、60代後半以降という話になりますけれども、ね、統合と絶望ということで、まあ、統合っていうのは、まあ、60代後半以降ですよね、まあ、最後こう、まあ、いわゆる一般的に老後って呼ばれている人生になるわけですけど、まあ、それまでの過去60年ですよね、60年ぐらいの人生で、まあ、自分は本当に良かったなぁと、ね、いろんな出来事、いろんな、ね、人生だったけれども、ね、それ丸ごと全て、まあね、自分なりにすごく満足いってると、良かったなぁというふうに感じられているというのであれば、まあ、統合することができているということですよね。それができてない場合というのは、まあ、絶望ということで、まあね、自分の人生一体何だったんだと、でしかも残ってる人生の年数を考えた時に、ね、すごくこう望ましい理想の人生というふうに思えるような、まあ、そういう残りの時間っていうのが少ないというふうに感じて、ちょっとね絶望的な感触になるということですよね。まあ、こういう こう8大葛藤っていうのを全ての人がね、何らかですね、その程度の大きい小さいはあったとしても、何らかこう抱えながら、まあね、生まれてそして一生涯を過ごしていくと、ね、人間っていうのは葛藤とともに成長し続けていく、まあ、そういう社会的な存在であるということですね。で今回は前半1から4ということで、まあ、信頼と不信、自立性と恥、自主性と罪悪感、そして勤勉と劣等感というこの4つについての学習というのをしていきたいと思います。はい、人生における8大葛藤の、ね、1番目ということで信頼と不信ですね、ね、ここから見ていきたいと思います。はい、信頼と不信ということなんですけど、まあ、0歳生まれたばっかりの赤ちゃんから、まあ、2歳ぐらいまでの時期という時期ですね、まあ、乳児期と、ね、要するにお母さんの、ね、おっぱいを必要としているような、まあ、そういう、こう乳児期という時期ですね。でこの時期に、ね、の課題っていうのは何なのかっていうと、保護者を通して世界を信頼できることを学ぶということですよ ね。要するにこう人を他人を信用することができる、信頼できる、そして自分が生きている社会、世界を信頼することができる、これを発達課題として持っているということですよね。まあ、それが信頼できると、ね、人は基本的に信頼できる存在なんだ、そして自分が生きている社会、世界というのは信頼していい場所なんだって思えると、これは発達課題をまあクリアできているということですよね。でそれができてない場合は、この0歳から2歳の発達課題をクリアできてないということになるわけです。まあ、保護者や世界を信頼できる人間となれるかと、ね、まあ、基本的に、ね、人は信頼していいと、基本的に人は信じていいと、基本的に私たちが生きている世界というのは信じていい場所なんだというふうな基本的な信頼というのを獲得することができた場合は、発達課題をクリアすることができるということですよね。逆に信頼できないと、ね、いや人は、ね、信頼できない、人を信じたら、信頼したらね、大変なことになると。ね、自分たちのね、生きている世界、社会っていうのは、ものすごくね、信じられないとね、疑いながら生きていった方がいいと、ね、いうふうに思えた場合っていうのは、この0歳から2歳の発達課題をまあクリアできてないということになるわけですね。はい、子供が何かしらの危機にさらされて、不安や恐れといったネガティブな感情に襲われた際に、保護者によってその困った状況が解決されることで、子供は徐々に他者に対する信頼感を得ていくということですよね。まあ、0歳から2歳ですから、まあ、基本的には泣くわけですよね。まあ、自分の、ね、その危機を訴える、まあ、例えばお腹が空いたとかね、おっぱいが飲みたいとか、まあ、そういう、こう危機を訴える手段っていうのは基本的に泣くという手段なわけですよね。泣いて自分は危機にいるんだっていうことを他人に伝えるわけです。で、その時に、ね、泣いて、ね、それで例えばまあおっぱいを飲ませてもらうことができたと。
ね、いうことであれば、結局自分はお腹すいた、おっぱい飲みたいって言って飲ましてもらうことができたってなったら、まあ、本人なりには、ね、問題解決してもらえてるわけですよね。要するにこう自分の欲求 要望っていうのを、まあ、他人に満たしてもらうことができてるわけです。でそれをずっと繰り返していると、ね、他人に対しての信頼感っていうのが出てくるということですよね。だから他人っていうのは信じていいんだと、信頼していいんだと、自分が困った時助けてくれるんだというふうに感じることができるわけです。でこれが泣いてるのにずっとね、ほっとかれたと、ね、誰にも助けてもらえなかったということがね、圧倒的にこう回数として多いと、まあ、要するに泣いてもね助けてもらえないと、ね、泣いても無駄だったというような体験が多いと、まあ、人はね助けてくれない、信じられない、まあ、信じていい対象ではないということで、まあ、他人とか生きている世界に対しての不信感っていうのを、まあ、強めていくということですよね。で無意識の中で葛藤の両側面を経験しながら信頼が優位でその段階を終えることができた場合ということで、やっぱりね、あの全ての保護者ですよね、まあ、父親だったり母親だったり、ね、もしくはそれ以外の養育者の方だったり、まあ、いずれにしても完全完璧な人っていうのは存在しないですよね。ね、全ての、ね、人は、まあ、何らかね、やっぱこう1日24時間365日の中で子育てしているわけですから、ね、子供が泣いたら100回中100回全部ね、本人の欲求欲望を、まあね、0歳から2歳の2年間で、まあ、満たし続けてあげるってことはこれはできないわけですよ。本人が泣いてるんだけどすぐ助けてあげることができなかった、まあ、もっと言うとおっぱいをすぐ飲ませてあげることができなかったっていうことは当然あるわけですよね。でそういったことがあれば、まあ、絶対全ての人は、ね、まあ、無意識の中で葛藤するわけです。あ、この時は助けてもらえたとか、困っていることを解決してもらえたとか、自分の欲求欲望を満たしてもらえた、ね、だから他人は信頼していいし、自分が生きている世界っていうのは信頼していいんだっていう体験と、ね、自分は泣いてるのに、こんなに一生懸命泣いてるのに誰も助けてくれなかった、自分を、ね、の問題解決してくれなかった、自分の欲求を満たしてもらえなかったということで、ね、人は信じられないとか、世界は信じることができないっていう、まあ、不信ですよね。まあ、これはもう絶対両方を体験するわけです。ね、ね、絶対 100% 信頼だけとかっていうのはちょっとありえないですよね。それはもう周りの保護者にね、完全完璧な神のごとき、人が、存在すれば別ですけど、まあ、基本的にそんな人はいないので、だから泣いたんだけど、ね、泣いたんだけど誰にも助けてもらえなかった、問題解決してもらえなかった、自分の欲求を満たしてもらえなかった、だから、ね、人に対して不信感を持つということは、まあ絶対ね、全ての人がまあ、ね、感じるものなわけです。ただどっちの方が優位かっていうことですよね。圧倒的に助けてもらうことができた、解決してもらうことができた、ね、だから人は信じていいんだ、世界は信じていいんだっていう体験の方がまあ優位だった場合ですよね。不信っていうのも感じたことはあったんだけど、基本的には助けてもらうことができたので、基本的にはね、その人は信頼していい、そして世界は信頼していいという、そういう信頼の方が優位で、その段階ですよね、まあ、0歳から2歳の段階っていうのを終えることができた場合っていうのは、将来への希望を獲得してきてですね、後に次将来への希望というのを獲得して、次の発達段階ですよね、2歳以降で待ってる次の発達段階っていうのに移行していくことができるということですよね。まあ、この辺っていうのは、まあ、このね、今人生の8大葛藤っていうのをやってるんですけど、まあ、重要性とか影響力の大きさっていうのはね、こう8つがね均等ではないんですよね。8個が全て同じだけのね、その重要性とか人生における影響力をね、均等に持っているわけではなくて、まさに順番通りなんですよね。順番通り、まあ、つまり1番っていうのが最も重要で、かつその人の人生において最も大きな影響を持ってるわけです。まあ、ここでね、他人に対して、ね、信頼していいんだ、自分が生きてる社会世界っていうのは信頼していいんだというふうな、まあ、そういう信頼感っていうのを持つことができた、そして将来に対して希望を、ね、抱くことができたっていうのと、ね、いやもう他人なんかね基本信じることはできないと、自分が生きている社会っていうのはね、
信じたら大変なことになるということで、まあね、不信ですよね。信じることができないという思いで、もうね、他人に対しても世界に対しても、まあ、ネガティブとともに一生生きていくというのでは、もう全然その、ね、違う人生になっていくわけですよね。でこの一番の信頼と不信っていうのが1回0歳から2歳で、ね固まってくると、まあね、もうそれはもうほぼほぼ一生続いていくということになるわけですよね。まあ、物理的に、ねそれを変えることっていうのは、まあね、不可能、 0% 不可能とは言わなかったとしてもね、まあ、もうね本当に限られたもう 1% とかぐらいしかなかなかそれをね本当の意味で変えるっていうことはまあね難しいということですよね。まさに三つ子の魂100までという言葉の通りで、ね、もう一回ね他人は信頼していいんだ、この社会は信頼していいんだと思えば、基本的にはその人は生きてる限りね他者を信頼しながら世界を信頼しながら生きていくわけですよね。一生の間ですね。逆にその人はねもう他人なんて信じられない、信頼できないと、ね、この社会っていうのは信頼できないというふうにね1回0歳から2歳の間でその観念っていうのを持ってしまった場合っていうのは、もうよほどのことがない限り、もう本当にそれこそ 1% とか 0.1% ぐらいの何か人生をねもう抜本的に根本からね全部変えたいというぐらいの何かねもう人生のもうね大きな危機というのがない限りは、もう一生の間ねずっと不信感とともに生きていくということなわけですよね。ですから、まあ、8大葛藤っていうとなんかね8つの葛藤っていうのが同じだけの大きさで同じだけの影響力のような感じがしてしまうかもしれないんですけど、これはもうね、その重要性とか人生における影響力っていうのはもう番号の通りと、まあ、つまり1番っていうのが最も大きくて最も大きな影響力を、人生において持っているということですよね。ですから、そのね、まあ、三つ子の魂100までっていう言葉っていうのはものすごく重たいし、そのね、0歳から2歳、0歳から3歳の、ね、子供に対してのそのね、保護者になっているということであれば、ね、その3年間っていうのがどれほど重要な時期なのか、子供の一生においてですね。っていうことを、まあね、一人でも多くの方が、まあ、やっぱり理解して、実際の、そのね、子育てっていうのに臨んでいっていただければ、ね、いいんじゃないかなというふうに思います。この時期っていうのはね、後でね、順番で出てきますけど、はっきり言ってね、もう勉強ができるとか、スポーツができるとか、そんな段階じゃないんですよね。そんなのははっきり言ってどうでもいいんですよ。この0歳から2歳とかっていう段階ではね。だから、はい、なんかね、他人よりも早く、ね、その、文字が読めるようにしてあげた方がいいとかね、なんかね、運動が得意な子にしてあげた方がいいとかね、もうそんなのはね全くいらないということですよね。それよりもっともっと全然大きい、ね基本的に人は信頼していいのか、それとも疑った方がいいのか、基本的にはこの社会っていうのは信じていいのか、それとも疑った方がいいのかっていう、もうここが発達段階になってるわけですから、そこだけをですね、圧倒的に、ね大事にしてあげたらいいということになるわけですよね。間違った常識っていうのがあって、間違った常識って何ですかって言ったら、あの子供は甘やかしちゃいけないと、ね、子供は甘やかしちゃいけないと、甘やかしたらね甘えた人間になるというような、まあ、常識っていうのがあるんですけど、これはもう絶対間違ってますから、必ず間違ってます、ね、今回ちょっと書かなかったんですけど、ね、これはもうどんな本を読んだとしても、ね、それはもう明らかに違うんですね。甘やかすから自立していくことができるんですよ。甘やかすから自立していくことができるんですよね。まさにこうね、保護者とかっていうのが安全基地っていうかね、まあ、戦争で言えば空母みたいな存在になれるかどうかっていうことなんですよね。要するにいざってね、いざってなった時、いざ失敗した時とか、いざ負けた時に帰るべき場所があるかどうかっていうことがすごく大事で、ね、だから甘やかせば甘やかすほど、0歳から2歳とか次のね2歳から4歳とかってこの時期に甘やかせば甘やかすほど本人は逆にしっかりしていくんですね。自立していくんですよ、ね、まあ、これは今から出てきますけれども、ね、甘やかせば甘やかすだけ、あ、この保護者ってね、他人っていうのは基本信頼していいんだと、で社会っていうのは基本信頼していいんだという、その安全基地っていうか安全スペースみたいなのを確保することができると、ね、挑戦していくことができるわけですよ。で挑戦すれば当然うまくいかないこともどんどん出てくるし、失敗したりね、
負けるってこともあるわけですよ。人と今日例えば勉強して負けたとか、スポーツで負けたとかっていうのも出てくるわけですよね。だけどね、だけど帰ってこれるわけですよ、ね。自分にはその安全基地っていうかね、戦争で言えば空母みたいな、ね、戦いに行った戦闘機が戻ってくることができる空母みたいなところがあるわけなので、だから戦いに行けるんですよ。負けたらまたそこに帰ってくることができるからですよね。なんですけど、ここの0歳から2歳で、いや甘やかしちゃいけないんだと。で子供にね、何でもかんでもね、やらした方が、ね、早く自立するんだっていうのは、これとんでもない誤解なんですよね。そうするとね、まあ、結局自分は泣いてもね、まあ、0歳とかっていうのはもう泣くっていう手段しか持ってないわけですから、泣いても誰にも助けてもらえなかったと。で泣いても全然ね、人は答えてくれなかったと、ね、自分はお腹空いたって言って一生懸命泣いたのに誰にも助けてもらえなかったと、ね、欲求を満たしてもらえなかった、問題解決してもらえなかったってなると、もう他人をね、疑いの目で見てるし、自分が生きてる世界っていうのを疑いの目で見てるわけですよね。信じてないわけですよ。でそうなると怖くて勝負に行けないんですよね。負けたら、ね、誰も助けてくれないわけですよ。負けたら誰も助けてくれないって分かってるから、怖くて勝負できないんですよね。だから自立することはできないわけです。だからやっぱり正しい知識っていうのを持つことがすごく大事で、子供はね、甘やかしちゃいけないんじゃないんですね。甘やかさないといけないんですよね、もう徹底的にこれ以上甘やかすってことはできないっていうぐらい甘やかしてあげないといけないと。でそれで、ね、戦いに行っていいんだよと。で負けたら帰ってくればいいんだからという安全基地に保護者が、ね、なってあげることができるかどうかっていうのがものすごく大事なんですね。それが分かってると早く自立することができます、子どもたちは。 ね挑戦していいんだと、勝負していいんだと。で負けたら帰ってくる場所があるんだと、ね、何回でも勝負に行けるんだっていう安全基地があれば、逆に子供は自立していくことができるんですね。勝負して、ね、親元を離れていく、ということが逆に早くなります。はい、じゃあ次は、8大カットの2ということで、自立性と恥という、のを見ていきたいと思います。自立性と恥ですね、幼児期2歳から4歳ということですね。で保護者など他者によって行われた自分の体の統制を自分で統制しようとしていくっていうことですよね。まあね、最初の0歳から2歳っていうのはほぼほぼね、もう全部保護者にね、全部やってもらっていたわけでなんですけど、2歳から4歳になると少しずつ自分の体を自分で制御しようと、するようになるわけですね。でその制御が、まあ、本人なりにできたと。で自分はこういうふうに制御しようと思ったら実際制御することができたということになると、ね、この2歳から4歳の発達段階をクリアすることができるということですね。はい、一番代表的な例っていうのはね、まあ、このトイレトレーニングだと思いますね。まあ、一番分かりやすい具体的な例っていうのはトイレトレーニングということですよね。まあ、大体2歳前後からね、始める場合が多いと思うんですけど、まあね、他の人より早いとか遅いとかっていうのは全然関係ないわけですよね。あの人は早くトイレトレーニングをクリアできたとか、ね、自分はトイレトレーニングをクリアできるのが遅かったとか、そんなのは どうでもいいことで、他人と比べてっていうことではないんですけど、本人なりに上手にできたっていう感触があるかどうかってことですよね。自分自身が排泄したいタイミングで排泄できるようになろうとするということですよね。ね、子供がうまくいかない場合に保護者が叱ったり援助しなかったということがあったりすると、子供は恥を感じ自分自身に疑いを向けるようになってしまうと、ね、いうことですよね。だから最初は当然できないわけですよね。2歳の子供になりましたと、子供が2歳になりました、トイレトレーニング始めました、どんな子だって最初はうまくできないわけですよ。上手にできないわけですね。でそこは一緒ですよね。で問題はその周りにいる保護者がどんな保護者だったかっていうことがすごくやっぱり大事で、まあ、この辺は本人にとってはまあ運としか言いようがないわけですけど、どんな保護者が、ね、自分の、ね、保護者だったかっていうのはもう運でしかないわけですけど、本人は選べてないですからね。ですけど、もし保護者が叱ったり、うまくできないのは当たり前なんですけど、それに対して叱ったり、もしくは助けてあげなかったということがあったりすると、子供は恥というのを感じて、ね、自分はダメなんだということで自分自身に疑いを向けるようになってしまうということですよね。だから自立に失敗しちゃうわけです。自分で自分を律するということに失敗して、恥を感じて恥とともに生きてしまうということになるわけですね。
で、逆に保護者によって褒められたり助けてもらいながらうまくいったという感覚が優位になると自立性が育ち、意思を獲得した上で次の発達段階へと向かえるということですよね。自分でやれると、ね、自分でやろう、自分でやれるという意思を獲得した上で、ね、最初はうまくできないわけですよ。ね、トイレトレーニングで、ね、誰だってうまくできないわけですよね。うまくいかないんですけど、保護者が励ましてくれたと。ね、いいんだよ、いいんだよと、ね。自分のタイミングでできるようになればいいんだよということで励ましてくれて、で少しでもうまく上手にできたということになると褒めてもらえたとか。ね、もしくはうまくできなかった時に、いや、ね、例えば周りを周囲を汚してしまったって言った時に、まあ、助けてもらえたとか、まあ、そういう、こう励ましてもらえた、褒めてもらえた、助けてもらえた、まあ、そういったことを通じて、ね、トイレトレーニングが、ね、どんどんうまくいっていったということで、本人がうまくいったと、ね、要するにこう自分のタイミングで、ね、排泄することができるようになったみたいな、そういう、こううまくいったという感覚が優位になると自立性が育つ、自分で自分を律するという、そういう気持ちですよね。自立性が育って、そして意思ですよね。自分でやろうと、自分でやってみようという、その意思を獲得した上で次の発達段階へ向かうことができるということですね。はい、ということですね。はい、そして次3番ということで、自主性と罪悪感という、葛藤になります。はい、自主性と、罪悪感ということで、これは遊戯期、まあ、遊ぶのが大事な時期ということですよね。まあ、4歳から6歳という、時期ですね。はい、これは発達段階、まあね、一般的には幼稚園に子どもたちが通う時期ということになりますよね。なんか、まあ幼稚園生の時期というふうに、まあ、解釈していただいていいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、発達課題としては自主性の学習ということですね。自ら何かの計画を立て、それに取り組み、目的を達成する、これが発達段階という課題になるということですよね。はい、だから、まあ、4歳から6歳で一番大事なことっていうのは、まあ、遊ぶという体験なんですよね。まあ、だから勉強っていうのはまだ早いんですね。勉強っていうのはまだ早いわけです、ね、だから保護者の方が、まあ、どんな幼稚園に通わせた方がその子が一生を通じて幸せになるかって言った時に、一言で言うと、ね、自由に遊ばせてくれる幼稚園っていうのを選んだら、まあ、その子は幸せに生きていくことができます、ね、どんな幼稚園ね、幼稚園って選べますよね。保護者の裁量でどんな幼稚園に子供を預けるかっていうのを選べるわけですけど、一番子供がね、その生涯を通じて幸せに生きていく、それを祈るっていうか願うのであれば、子どもの、ね、が自由に遊ぶっていうことができる、そういう幼稚園っていうのを選んであげると、本人は幸せな人生を歩んでいきやすいということですよね。だからまだ勉強とかスポーツっていうのはまだ早いんですね。まだ早いというのは、ね、理解、正しい、ね、その子育てに対しての理解ということで、ね、ぜひ知っておいていただいていいのではないかなというふうに思います。はい、自主性と罪悪感ということで、前段階で自立性が現れ始めてるんですよね。一つ前は、まあね、2歳から4歳ということで、まあ、トイレトレーニングっていうのを一つの例として、自立ですよね。自分で自分を律することができる、っていうこの自立性っていうのが現れ始めていると、子どもに好奇心っていうのが芽生えですね。なんかね、知りたいとかやってみたいという好奇心っていうのが芽生え、自ら様々な活動に取り組むようになるということですよね。だから4歳、5歳、6歳で好奇心旺盛な子っていうのは、まあ、自立性っていうのがその前段階としてあったと、ね、土台として自立性ですよね。自分はできるんだ、やれるんだと、ね、自分で自分の体っていうのをある程度こう律することができるんだみたいな、そういう、こう自立性みたいなのが現れていると、そこから好奇心っていうのが出てくる、知りたい、やってみたいね、っていうのが現れて、ね、自ら様々な活動に取り組むようになるということですよね。で、そうすると、まあね、まだね、社会的な規則とかっていうのは分かんないわけですよ、ね、何やっていいのか、社会的に何やっていいのか、何やっちゃダメなのかっていうのはまだ分かんないわけですよね。で、ただ好奇心で、ね、触ってみたい、知りたい、やってみたいっていうふうに思ってるわけです。だから好奇心旺盛で好奇心のままに行動すると、時には触ってはいけないものに触ったり、行ってはいけないところに行ってしまったりなどですね、社会規則に反するような行動も行うようになるわけですね。これはまだ分かんないからですよね。で、社会的にこれをやっちゃいけないとか、やっていいとか、ね、触っちゃいけないとか、触ってもいいとか、その場所には行ってはいけないとか、行っていいとかっていうのはまだ分かんないわけですよ。ただ好奇心なんですよね。ただ
触ってみたい、知りたい、やってみたいっていう好奇心なんですよね。だから好奇心に旺盛で動こうとすると、触ってはいけないものに触ったり、ね、やっちゃいけないことをやったり、行ってはいけない場所に行ってしまったりみたいな社会規範に、ね、社会規則に反するような行動も行うようになってしなるということですよね。でここまでは仕方がないわけですよね。どんな子供だったとしても一緒です。問題は周りの保護者の対応ですよね。問題は周りの保護者の対応、もしくはもうこの辺になると幼稚園の先生の対応っていうのも出てくるかもしれませんけれども、保護者があまりに統制的で子供に罪や禁止ルールばかり与えた場合ですよね。やっちゃダメだと、言ってはダメだと、触ってはいけないということが、まあ、そっちの方が強すぎて過剰だった場合ですよね。子供は罪悪感によって支配され、自主性の獲得に失敗してしまうということですよね。自分は好奇心旺盛でいろんなものを触ってみようとした、ね、やってみようとした、いろんな場所に行ってみようとした、だけど、ね、ダメとか、何か言ったらわかるのとか ね、そういう罪の意識とかを植え付けたり、もしくは禁止ルールばっかりを与えた場合ですよね。でこういう場合っていうのは、子どもは罪悪感によって支配されてしまい、ここの発達段階ですよね、幼稚園生の時に、ね、クリアしてい、おいてほしい発達段階のクリアに失敗するんですね。自主性の獲得っていうのに失敗して、自分からやってみようという気持ちを失ってしまうわけですね。はい、逆に誰にも邪魔されず、制約もなく、他の子どもたちと共同で遊びですよね、を通じて本人なりの目的を達成する体験をたくさんできる、自社と、自分と他者、世界について学びながら自主性を獲得できるということですよね。ね、もし、ね、その4歳から6歳、まあ、いわゆる幼稚園の時期にたくさん遊んだと、で頭の中でこういうふうにやってみようよって思って、ね、実際それやってみた、それは、ね、本人たちなりのですよね、本人たちなりの目的、本人たちなりの目標ですよね。遊びですから、遊びなので、じゃあこういうふうにしようよ、こういうことやってみようよっていう本人たちなりの目的とか本人たちなりの目標というものを設定して、その本人たちなりの目的を達成する体験をたくさんしたすることができたとすると、ね、今度は自分と他者、そして世界についてすごく学ぶことができるんですよね。自分ってこんな人間なんだ、他者ってこういう存在、例えばお友達ってこういう人たちなんだよって、誰々ちゃんはこういう子で、誰々ちゃんはこういう子でっていう他者ですよね。そして自分たちの、周りを取り巻いている世界、こういったものに対しての学びっていうのを深めながら自主性を獲得することができるということです。だから簡単に言うと、遊びを通じて自主性っていうのを獲得することができるんですよね。だからこの時期ですよね、だから幼稚園の時期っていうのはまだ、ね、勉強とかスポーツっていうのは早いんですね。それができるとかできないとかっていうのはあんまり大事じゃなくて、それよりもいかに自由にたくさん遊んだかと、ね、やりたいと思うことを実際やってみて、触りたいと思うものを実際触ってみて、ね、っていうことをどれぐらいたくさんやったかっていうのが、ここの段階ではすごく大事なんですね。だから幼稚園生の大事なことっていうのは遊ぶことなんですよね。いかに自由にたくさん遊ぶことができたかっていうことがすごく大事で、そこでたくさん遊ぶっていう体験をすることができた子どもは、この段階の発達段階である自主性の獲得っていうのに成功することができるわけです。そうすると以後、ね、要するに幼稚園以降ということになりますから、まあ、小学校以降ということになりますけれども、自ら何らかの目的を設定しながら取り組み続けることができる好奇心旺盛な子ですよね。自主性を持っているわけです。自分でやってみたい、行ってみたい、触ってみたい、そういう自主性をたくさん持っているわけですよね。そう、自主性を獲得した好奇心旺盛な子として、まあ、次の発達段階へ向かうことができるということですね。はい、そしたら今回は前半さ、4つ目の最後ということになりますけれども、勤勉と劣等感というのを見ていきたいと思います。はい、勤勉と劣等感ですね、学童期6歳から12歳ということで、まあ、いわゆる小学生の時期ということですよね。発達、課題は知識や技能の習得、そして社会的な役割を身につけることということですよね。まあ、この辺からははっきり言ったら、まあ、常識と大体一致しますね。そんなに、ね、特別なことはない、まあ、いわゆる世間一般的に常識として、理解されている、まあ、子育てとして、ね、例えば勉強ができるようになってほしいとか、ね、運動が運動
ができるようになってほしいとか、スポーツができるようになってほしいとかっていうのと、まあ、一致しますよね。だから、まあ、この時点からははっきり言ったら、まあ、結構常識的なんですよね。むしろその 前段階が、ね、実は、ね、自立させたい自主性を持たせたいんだったら逆に徹底的に甘やかした方がいいとかっていうのがちょっと世間一般の常識と、ね、実際 その正しい発達心理学的な知識との差があるということですよね。まあ、ここから後っていうのは結構常識的です、ね、そんなに特別な知識っていうかね、そんなに今回、ね、気をてらったような知識っていうのは出てこないと思います。学童期っていうのはまあ6歳から12歳で、まあ、小学校の時期ですよね。発達課題としては知識や技能の習得、そして社会的な役割を身につけることということですよね。まあ、ここからっていうのは、ね、普通の人がですね、要するにこう脳が完成してるわけですよね。脳みそが完成してるわけですよ。私たちっていうのは0歳から5歳ぐらいの5年間っていうのは脳が未完の状態、完成してない状態なので、あんまりよく分かってないっていうか記憶に残ってない部分ですよね。特に0歳から3歳の三つ子の魂なんていうのは、一体自分が0歳から3歳でどんな体験をしてたのかっていう記憶がほとんどないわけですよ。だからよく分かんないわけですよね。ところがもうね、6歳とかってなると脳完成してますから、だからありとあらゆる人が大体6歳以降っていうのはどういう体験してるのかっていうのを、まあ、自分で記憶としても持ってるんですよね。だからそんなにこうね、間違った教育にはあんまりならないということになるわけです。こっからはやっぱりね、知識や技能の習得、社会的な役割を身につけるっていうことで、まあ、スポーツとか芸術とか、ね、もしくは勉強ですよね。まあ、こういったものっていうのの、まあ、重要性っていうのが出てくると、まあ、いわゆる世間一般的な重要性っていうのも出てくるということですよね。はい、自分がやろうとしたことがうまくできないと劣等感を抱くということですよね。これは本人の主観なんですよね。で、本人がね、自分がやろうとしたことがうまくできないっていうふうに感じた場合は劣等感、自分は劣ってるんだっていう感覚を抱くということです。もうこれはもうね、全ての人が抱きますよね。ありとあらゆる、例えば小学校のお勉強だった時に国語、社会、算数、理科、ね、今だったら英語っていうのも出てくるかもしれないですし、ね、もしくはその保健体育だとか、ね、技術だとか美術だとか音楽だとか、もう全部何でもね、全ての面で、ね、学校で一番ですと、っていう子はいないわけですから、ね、だからまあある程度何らかの劣等感っていうのは抱くわけですよね。だから劣等感ゼロってことはありえないわけです。まあ、どっちの方が優位かっていうことですよね。また他者に認められなかったりすると社会的な不適格感を抱くようになると、まあ、要するにお友達の中で仲間外れになったというようなことになると、まあ、自分はなんかね、社会的に適格、合わせることができてない、自分は社会的な不適格な人間なんだっていうような、そういう不適格感っていうのを抱くようになってしまうということですよね。ある程度は仕方がないんですよ。ある程度劣等感とか不適格感っていうのは仕方がないですよね。全てのお友達とみんなと仲良くっていうのは、まあ、言葉は綺麗ですけど実際無理ですから、ね、だから誰かとね、仲良くできないとか喧嘩したとかね、ちょっと仲間外れにされちゃったとかっていうのは当然出てくるわけで、まあ、これは程度の問題なんですよね。どっちの方が優位かっていうことですよね。だから人っていうのは、ね、葛藤とともに生きていくので、葛藤ゼロで生きていくっていうことはできないわけですよね。だから劣等感とか不適格感っていうのもある程度はね、当然本人の中では芽生えてくるのはむしろまあ普通ということになるわけですよね。ただ逆に目標に向けて注意や行動をコントロールしながら、衝動を抑制し、誘惑に打ち勝ちながら勉強やスポーツなどに一生懸命に取り組むことができるようになると、勤勉性というのを獲得することができるということですよね。まあ、何かに対してこう真面目に一生懸命取り組むということができる、勤勉性というのを獲得することができるわけです、ね、だからまあこのね、小学校の時期っていうのはね、勉強を頑張らせるとかね、まあ、もしくはその芸術ですよね、音楽とか美術とかそういった芸術を頑張らせるとか、もしくは運動スポーツっていうのを頑張らせるっていうのもまあね、すごく必要なものになってきたりするわけですよね。まあ、特に勉強ということに関して言うならば、もしここまでの発達段階っていうのを上手にクリアしている子であると、小学5、6年生ですね、小学5、6年生、ね、10歳から12歳ぐらいの小学5、6年生っていうのは勉強をかなり頑張らせても大丈夫です、ね、そのね、勉強ができないって言って劣等感とかっていうふうにならないんですよね。かなり頑張らせても頑張る
ことができるようになります。ね、だから、まあ、例えばね、難関中学に合格させたいというような、ね、保護者の希望があった場合っていうのは、ね、最後の2年ですよね。小学5、6年の2年間はかなり頑張らせてあげても、まあ、本人にとってその、ね、勉強というのは害にはならないです。伸びる子はすごい伸びます。その2年はね。ただその2年で、ね、結局難関中で、ね、もしかしたらそう中学受験で、ね、たった2年じゃ間に合わないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、実は間に合うんですね。ただ間に合うかどうかっていうのはその前の発達段階っていうのをクリアすることができてるかっていうのがすごく大事で、ね、その前の発達段階っていうのは結局例えば世界っていうの他人っていうのは基本信頼していいんだ、ねっていう信頼感、この世界というのは信頼していいんだっていう信頼感、それから自律性ですよね。自分で自分を制御することができるっていう感触である自律性、そして自分でやってみよう、挑戦してみようという自主性ですよね。っていうのをね、ちゃんとこうクリアしてる子であれば、ね、たとえそれが目指してるね、中学っていうのがどれほどのね、難関中だったとしてもね、小学校6年生の2年間で全然間に合います。ものすごいね、伸びる子は伸びます。こうやってね、まあ何でもいいんですけど、まあ勉強だけじゃなくてね、別にスポーツであったとしても芸術であったとしてもいいんですけど、この時期っていうのはね、その前段階の発達段階をクリアして、土台がしっかりしてる子であれば、ね、頑張らせてもいいと。本人にとってね、害にならないで、むしろね、プラスとして伸びていくというところはあります。ね、なので、目標に向けて注意や行動をコントロールしながら衝動を抑制し、誘惑に打ち勝ちながら勉強やスポーツなどに一生懸命に取り組むことを通じて勤勉性というのを獲得できるということですよね。また他者から認められることで、ね、何か、ね、できるようになったらやっぱり認められますよね。勉強ができるってなったらあの子は勉強できるって認められますよね。芸術でなんかね、ピアノが上手だとか絵を描くのがうまいとか、もしくはその、ね、走るのが速いとかっていうなんか勉強芸術スポーツで何らかやっぱりね、上手になれば当然他者から認められるっていうことも増えるわけですよね。だから勉強できる子、小学5、6年生で勉強がすっごいできる子っていうのは意外と他のこともできるんですよ、ね、一番かどうかは別としたとしても結構上手なんですよね。例えばその難関中を受験するような子で、ね、勉強をすごく頑張ってる子ですよね。その塾に通って塾でね、週5とか週6とか勉強してね、塾の授業を受けて宿題もやってる子で、もうめちゃくちゃ忙しかったりするんだけど、実は走るのが速いとかね、野球のスポーツ少年団にでも活躍してるとか、もしくはそのバレエの習い事ですごくバレエが上手だとか、ピアノが上手に弾けるとかねっていう、なんだけど学校の生徒会活動をやってるとかね、なんかすごいこうね、スーパースター並みにね、活躍することができてたりするんですよね。それっていうのは結局そのね、時間の長さっていうよりもその前段階で発達段階っていうのをどれだけこうね、クリアしてきてるかっていうのがすごく上手で、大事で、それで、まあ、結局勉強ができる、ね、芸術面で優れてる、もしくはスポーツが上手だっていうことで、まあ、他人から認められるということで、ね、社会における適格ですよね。自分は社会の中で、まあ、適性がある、みんなと仲良くできるとかっていうか、他の人から認めてもらえてる、もらえることができる、評価される、そういうこう適格を感じながら次の発達段階に進んでいくことができるということですよね。はい、ということで今回前半、4つを見てきたんですけど、まあね、周囲の関係や人間関係で完全完璧っていうことはありえないということですよね。親が完璧とか保護者が完璧とか幼稚園生の先生が完璧とか小学校の先生が完全完璧とかってありえないわけですよ。で、全てもう親だろうが保護者だろうが、ね、幼稚園の先生だろうが、ね、小学校の先生だろうが、ね、20代、30代、40代の、まあ、はっきり言ったら普通の人間なわけですよ。要するに長所も短所も両方持ってるわけですよね。だからそういう人たちに、ね、私たちっていうのはまあ育ててもらっているわけですから、ね、まあ、だから周囲の関係や人間関係で完全完璧っていうことはありえないんですよね。だから絶対に全ての人は葛藤とともに生きてるわけですよ、ね、葛藤とともに生きてるわけですよ、ね、ただ運よくですよ、運よく理解ある保護者に育ててもらえた子どもたちっていうのは、ね、肯定否定の、ね、例えば、世界を信じていいのか、それとも、信じちゃダメなのか、疑いながら生きていった方がいいのかっていうのは、ね、肯定的要素の方が優位の状態にて発達段階をクリアしていくことができると、次の発達段階へ向かうことができるということですよね。
ね、葛藤するんですよ。全ての人は葛藤とともに生きていくし、葛藤とともに成長していくんですけど、最終的には肯定的要素の方が優位の状態で発達段階をクリアしていくことができると、ね、次の発達段階に向かっていくことができるということですよね。逆にどっかでつまずいてしまうと、そこがこうクリアできてない状態になるので、だからまあ、ね、ずっとそこで止まった状態、体はどん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 大きくなるんだけど、心理的精神的にはそこで止まった状態で、ね、発達が止まってしまっているということが起きるわけです。例えばその2番の自律性と3番の自主性というのはこれ関連してましたよね。で、2番で自律性が、ね、出てきてるから、だから3番で自主性ですよね。好奇心というのが出てきて自分でやってみようというふうになってるわけですよ。で、これが2番で自律性が出てきてないと、自分で自分を律することができるという感触がない子だったら自分でやってみようと思わないわけですから、だから2番で止まっちゃうわけですよね。だから一つ一つ全部ね、葛藤するんです。葛藤とともに生きてるんだけど、葛藤とともに成長していくと。で、最終的にそのプラスの方が優位になったら、ね、結局その発達段階をクリアして次の発達段階に進んでいくと。そうやってこう私たち人間っていうのは常に生きてる間で成長し続けることができるということですよね。はい、ということで今回は前半4つの心理的な葛藤について一緒に学習してきましたということです。後半4つに関しては次回の2っていうところで学びを深めていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回もあなたのとても貴重な時間にてこの動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。はい、追伸です。もしこの動画に使用したこの資料が欲しいというご要望がありましたら、本日18時に配信予定のメルマガにて無料で差し上げたいと思います。なので、もしご希望がありましたら、この機会にメルマガにご登録ください。よろしくお願いいたします。